ここは小坂鉄道レールパーク。旧小坂鉄道の終点、小坂駅をそのまま生かした鉄道テーマパークです。ここの目玉は何といってもブルートレインあけぼの号。2015年まで走っていた寝台特急あけぼの号の個室寝台に宿泊することができます。今回はこの小坂駅を目指して廃線線路環状を目指すシリーズの第2弾をお送りします。それでは地理院地図を使って今回の工程を説明します。黒線が実際の廃線跡にしてほとんどの線路が現存しています。大館駅の始発は秋田県の里のトロッコに乗車しました。そこから線路になるべく沿うように青線のルートで自転車で通行し、東台の駅を通過してしばらくしたこの地点からは大館小坂レールバイクからの車載映像でお送りします。この地点までは以前投稿した映像のままで、今回は大館小坂鉄道レールバイクの通常運行コースの映像を追加して雪沢温泉駅まで各駅に停まります。それではゆっくりしていってね。まもなく小坂駅の列車が発車いたします。ご乗車のままでお待ちください。ドアが閉まります。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この列車は小坂清廉小坂線小坂駅です。タイの東タイの小雪沢、雪沢温泉、新沢、深沢、茂内、かぼや、古館、終点、小坂の順に停車いたします。1両編成です。お手洗いは後方にございます。次はタイのタイのです。ご案内いたします。まもなく自転車に切り替わります。
会ドームです。次は東タイノに泊まります。ドアが閉まります。ご注意ください。次は東タイノ、東タイノです。東タイノ、東タイノです。次は小雪沢に停車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。次は小雪沢、小雪沢です。
ご案内いたします。ここからはレールバイクでのご案内となります。小雪沢です。お出口は右側です。
小雪沢、小雪沢です。次は、雪沢温泉に泊まります。ドアが閉まります。ご注意ください。次は雪沢温泉、雪沢温泉です。まもなく雪沢温泉、雪沢温泉です。お出口は左側です。雪沢温泉、雪沢温泉です。次は新沢に泊まります。ドアが閉まります。ご注意ください。次は新沢、新沢です。駅への停車はここまでとなりますが、引き続き折り返し地点までの風景をお楽しみください。そう、涙届かない淡い笑顔が反射する。